最初のターゲットは鏡セール。はい、エレベーターの。何も疑わずエレベーターに乗り込むようだ。すごい。上先行ってて、すぐ行くか。すみません。鏡、このエレベーターでドッキリへご招待しよう。ダメ。これは怖い。真っ暗で分かれへんやん、ボタンも。探してんの、ボタンを。どこ探してんの、どこだろう。サムちゃん、サムちゃん、何何警備員に扮した藤井隆登場。あ、藤井くん。やったじゃない。怖い。なんで藤井？なんで藤井？違うよ、あなたハッハーの人じゃないです。三浦マイルドです。三浦マイルドさん、どうも。知ってますか？全然マイルドじゃない。それだけで落ち武者になれる芸人。三浦マイルドが仕掛け人となり。恐怖の世界へと落とし入れ、続いてのターゲットはノンスタイル石田明。ここに上がっていただいて調査します。石田よ、恐怖のエレベーターへようこそ。これで怖いわ。すげえおどおどしてる。ちょっと、すいません。いや怖い。もうトーニー。はい。はい。はい。どうだろう。はい。ここで落ち武者マイルドが石田の元へ。
マイルドと高瀬言ってみろ、マイルドと高瀬だって言ってみろ、マイルドと高瀬だ、そうマイルドと高瀬、マイルドと高瀬だ、ちょっとこれ怖すぎるぞ、ちょっとこれは絶対ダメなやつです、これ泣かないで、泣かないで、マイルドと高瀬だから大丈夫、もう大丈夫、マイルドと高瀬ね、ね、大丈夫ね、マイルドさん、ほらくなって出てきて、ほらくなって怖かった、あれ怖かった、あれ怖かった。続いてのターゲットは長野美里。全国のお天気と目覚ましお天気コーナーを担当しているキャスター、決めてくださいね。予報からお伝えします。今日のエレベーター予報、笑顔のち涙雨、心により大絶叫といったところだろう。あ、すごい、あ、わかりますか、ここが、はい、了解です、すいません。長野、恐怖のエレベーターへようこそ。大丈夫でしたか、大丈夫でしたかね、大丈夫ですか、大丈夫ですか、長野さん今のお気持ちどうですか。ちょっとよくわからない、わからないですよね。しまず大丈夫ですか、腰抜けちゃうんだ。じゃあ経過しましょうか。Subscribe now.